はい、おはようございます。おはようございます。交渉でございます。本日も50代からの夢実現プロデューサーということでちょっとお話をさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、そっか、コーナー名ですね。交渉流生き方のヒントでございます。はい、はい、そういうことで、2回続けてどこどこ帰りということだったんですが、今回は、はい、ちゃんと仕事しておりましたなんかでもこの今日のいでたちはこれからなんかどこかおしゃれなところに行かれるようなね。いやいやいや、とてもおしゃれな今日の普段着でございます、ね、ラジオだと本当に姿が見えないのが残念。ユーストリームで皆さん見てください。いやいや、それ言いますが、まあ、そんなこんなでその50代からの夢実現なんて言ってますけれども、そもそもそれって何ぞやということでお尋ねを受けたりしたもんですから、はい、まあ、実際のところが50代からの夢実現と言いつつですね、まあ、40代でも30代でも同じなんですよね。方法論で言えば全く同じことなんですけれども、50代からというのはマーケティング的にターゲットの絞り込みというのは専門的な話になりますけど、そういったことだけでありまして、でまあ実際の手法はまあ同じだよということで、じゃあどうしたらいいんだろうということですけども、デスコちゃんは夢はありますか？夢はいっぱいあります。私書き出してます。あ、そう、書き出すようになりました。あ、やりたいことリストみたいなの書いたらいいよって教えていただいてから、はい、書いてます。あ、そうですか、素晴らしいですね。で、何月何日までに達成するとかって、そこまでしてない書いてただ書いただけ。あ、なるほどなるほど、はい、そうなんですね。でも素晴らしいですね、書き出してるということで。まあ、夢実現する方法ということで、その具体的な話をしていくと、まずそのステップに分かれるわけですけど、この第一段階としてその今言った書き出す、はい、よくね、夢実現ノートみたいなね、書き出すと叶うよなんていう話ありますけども、もちろん書いてもその行動しなければ叶わないけれども、やはりその基本的にね、自分がどこへ向かっていくのか、何をしたらいいのか、何やりたいのかってね、はっきりさせないといけないですからね。そうですね、はい、そういう意味でその書き出すというのがまず第一のステップになってきます。はい、で、まあ、いっぱいある人、まあ、2つしかない人、1つしかない人ね、まあ、いろいろいると思いますけども、はい、まあ、その書き出したものに今お話が出た日付ですよね。それをいつまでに、やっぱり期限がない夢は叶わないと、ですので、できれば何年何月、まあ、何日でもいいですね、より具体的になりますけども、いつまでにそれを叶えたいのかっていうのをちゃんと書き出していく。まあ、そうすると順番もおのずと出てきますよね。そうですね、確かに、はい、で今度それをですね、達成するためには、何をしていけばいいのかっていう具体的なステップを書いていくのが3番目。なるほど、それも書くんですね。そうですね、うん、ですのでより細かく具体的に、ステップを分けていく。例えば何かを実現したい、まあ、どこかへ行きたい、いろんな夢があると思いますけれども、はい、何かを実現したいといった時に、それを実現するためには、まあ、例えば何かの資格を取りたいって言ったとすると、まあ、それ受験しなければ受からないですよね、まずね。そうですよね。受験する日がいつの試験に合格するのか、はいはい、でじゃあ合格するためには勉強しないといけない、参考書買って、で、まあ、何項目目までをいつやるとかっていうね、その学習計画ではないけれども、そういう形で、そのステップを細かくなるべく細分化していく。そうするとゴールの日にちが決まってます、はい、そこに行くまでの細かなステップが出てきました。それぞれに日付をつけていくと、ワンステップワンステップ、一段ずつ一段ずつ確実に近づいて、ね、近づきますよ ね、 ますよね、うん、はい、しかも分かりやすい。そうですよね、うん、ですので、まあ、この
何もないところにがむしゃらに進んでいくよりも、毎日そのステップをこなしていけば、気がつけばあるこういうね高いところに上がっているっていうことになってくるわけですよね。ですので、それを細分化していくという中で、日にちを決めていって、はい、でより細かく細かくしていくと、うん、当然今日やるべきことっていうのが出てくると思うんですね。そうですね、確かに、うん、その実現するために今日何ができるのか、うんうん、さらに言えば今何ができるのかっていうところまでの話に細分化されてきますので、はいはい、そうしますと、その漠然とやりたいな、行きたいな、こうなりたいなというのがより書くことによって具体的になって、さらに日付を決めて、さらにその日付に向かって進んでいくステップが細分化されて、さらにその細かな小さな目標にも日付が決まってくる、うんうん、そうすると今やるべきの最初のステップ、はい、今日やる、今やる、うんうんうん、そうするとその夢実現に向けて今この瞬間でも進んでってるっていう実感ができますよ ね、 そうですね、今できることをこなしているわけですから、うん、一足飛びにはなかなかいかないので、はい、まあ、どんな小さなステップでも一歩進んでいっていれば、うんうん、あの1ミリでもね、あの2ミリでも近づいていっているわけですから。そうですよね、うん、し近づいてると思えますよね、自分でも。ですよね、うん、でさらにその大きな目標だと、そのどう言ったらいいか、その達成率とかね、どの辺に自分がいるんだろうってなかなかね、うん、分からなかったりしますよね。と果てしない夢ってなかなかこう自分でもその言ってるだけで打ち上げ花火じゃないけどもねドンと言ってるだけで実際叶うのかなって、本人が、ね、叶うのかななんて思ってたら絶対にね、絶対進まないですよ ね、 ですよね、それはね。ですので、そのより小さなステップにして今日できることを一つ進めば進んでるわけで、自分でも実感できますよね、うん、夢に向かって自分が決めているステップですから、何もこのこれしかできなかったということじゃなくて、今日やるべきことはここなわけで、それは慌ててもしょうがないですもんね、うん、ついついなんかね、こう もっと先のことやらなきゃとか思いがちですけど、そうなってしまいますよね、うん、気持ち的にはあのよくわかりますし、うん、ですけども、やはりその今日やるべきことっていうのができていれば、その長期の計画がね、はい、自分の中できちっと書き出されていれば、今日やったことは小さなことだけれども、確実にこれを一つこなすことによって次ここに行けるんだ、うん、ここに行けるんだっていうのは全部ちゃんとこの見てわかりますもんね、うん、そうですね、うん、ですので、より具体的にしていく、うん、でそのどう言ったらいいんでしょうかね、日付を決めていく、うん、でさらに、自分の脳も味方につけてしまうっていう、脳は脳みそ、はい、よく潜在意識ね、顕在意識なんていう話がありますけれども、はいはい、まあ、その自分でもう意識をしている部分っていうのはよりも、まあ、ほんの数パーセントで、うん、あの大部分の部分は意識をしていない部分、はい、その辺のその潜在意識を活用していくっていうことをよく言われるんですけれども、はい、じゃあそのためにはっていうと、やっぱりその脳っていうのはそのリアルとバーチャルの区別がつかないそうなんですよね。ですので、もう達成した自分をイメージすると、脳はもうその達成してるもんだと思って、そういう、おお、そういうことか、振る舞いにもなってくるし、情報もそういうものを拾い集めるようになってきますので、はい、より具体的にイメージしていく。例えばあの人がたくさん、駅とかでもいいですけども、はい、人がいっぱいいるところで何気なく眺めていても、うん、あ、人がいっぱいいるなだけれども、うん、例えば赤い服着た人って言ってみると、なぜか赤い服着てる人が目に飛び込んできたり、あ、確かに、車を運転していて街ですれ違っても、自分と同じ車は
目につく。目につく。確かに、あ、同じってなる。たくさんすれ違ってるはずなんですよね。そうですね。だけど、じゃ あ今言ったのは日産の何、今言ったのはトヨタの何とは意識しないけれども、自分と同じ車だけは飛び込んでくる、うん、なんか今日よくすれ違うなとか思っちゃったりもしますよね。ですよね。そういう形で脳って情報をこう入り分け寄り分け、そっか、勝手にしてるってことですね、自分の意識で。ですんで、そこに自分の夢を入れておくわけですよね、うん、もうできたっていう自分を。なるほどね。そうすると、そのたくさん走っている車の中から自分の車だけ目に飛び込むように、自分の夢実現に必要な情報がどんどん入ってくるようになる、うん、すごい賢い人になった気分ですね、なんか。でもね、たくさんの情報誰でもね、歩いてるだけでもね、こうしてるだけでもいっぱいの情報がね、目、耳、皮膚、いろんなところから入ってきているわけだから、脳ってその全ての情報を、うん、瞬間瞬間全部取り入れてたんでは、もうあのパンクしてしまうので、必要ない情報っていうのはもうスルーしちゃってるわけですよ。だからこの情報は自分にとって必要だから収集してよと、ちゃんと伝えておくわけですよ、ね、で頭の中をそうやってセットできるってことですもんね。そうです。必要な情報をちゃんとこう整理して取っていけるように。そうですね、はい。ですので、そういう脳の作用というんですかね、脳の性質をうまく活用して、自分に必要な、特にその夢を実現するために必要な情報だけを拾い集めてくるようにインプットしておくわけですね。Google の検索と一緒ですよね。確かにそうですね。漠然とした単語を入れて調べても、漠然としたものしか出てこなくて、自分が欲しい情報であればよりね、そうですね、あの具体的に単語をね、できるだけ詳しく書こうと思いますよね。入れますよね。そういうことですよね、そういう同じ検索機能が入っているので、できるだけ具体的に検索キーワードを入れてあげればいいですね。そういうことですね、はい。で、脳も味方につけて、でより具体的にして、ぜひとも、もうやりたいこと、行きたいところ、まあ、なりたい自分、達成していただきたいなと思います。やっぱり人間はね、幸せになるためにみんな生まれてきているわけなんですね。ですよね。はい。お大師様も言ってますし、はい、ブッダも言ってますし、はい、お医者さんもそういうことですので、はい、みんなで幸せになりましょうね、はい、ということで、はい、夢実現の具体的なステップのお話でした。ありがとうございました、はい、はい、で私の情報は、Facebook などでですね、50代からの夢実現、はい、または交渉ということで検索をしてみていただけたらと思います。はい、はい、今日もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。拍手でじゃあ